エリアもノイズが多いんで、普通の人はね、もうなんて言うんだろうな、シグナルをもう受け取れない、もううるさくすぎちゃって、だからまああんまり感度高くするともうノイズばっかりになっちゃって、まあノイズを追っかけるようで、まあ本質的なことがわからないような人になっちゃうっていう、まあその難しいところありますよね。まあ今回の話はそうですね、そのチャルマーズ・ジョンソンっていうですね、もう亡くなりましたけれども、日本の、研究、東アジアの研究やってた人ですけども、もともとでもまあ晩年は結構そのアメリカの、アメリカ帝国の研究をした人なんですね。でその中でまあ CIA とかの話をしていてですね、ブローバックっていう考え方があるんですけども、そのまあアメリカの CIA だったりですね、FBI、まあ国外のことはまあ CIA ですけども、 CIA がですね、まあ諜報機関が外国に行って外国の選挙とかをですね、まあコントロールして、自分の国の自国のなんていうんですかね、まあ国益に合うようにコントロールしようってして、まあその時はうまくいくんですけど、まあ長い目で見て、あの自分たちの国益のに反するようなあのことになってしまうっていう話なんですね、ブローバックっていうのは。例えばイランの選挙に、昔多分60年代かな、70年代か忘れられましたけども、あの介入して、まああの世俗な感じの、まあ、リーダーをアメリカが入れたんですけども、でもその反動で結局、イランはイラン革命というのが起きて、すごくイスラム過激派みたいな感じの、まあ、人がですね、あの大統領になってしまったとかですね、例えばビンラディンとかですね、あのサダム・フセインとかも、もともとはアメリカのエージェントとして、まあ、アメリカがまあいいと思うというか、その時の敵に戦う、なんていうんですかね、人としてまあ育てたわけですけれども、最終的には自分たちに、まあ、なんていうかな、歯向かうような、まあ、人になってしまったっていうようなこととかですね、まあ、そういうのを指して、まあ、ブローバックっていうんですけども、まあ、今回のこの FBI の件は、うん、どっちかっていうと、まあ、その国内版なのかなっていう感じですよね。だから FBI が要するに自分たちの権益とかその影響力を、まあ、あの高めるために、その選挙に要するに介入したと、要するに選挙に介入したのは、ああ実はロシアじゃなくて、まあ、自分たちの国の諜報機関だったんじゃないのっていう話だったのかなっていう感じですよね。まあこの話はまあ日本でもアメリカでも知ってる人って多分まだいないと思うんで、まあ、僕が最初だと思いますけども、まあね、すごい国になっちゃったなっていうか、まあもともとそういう国なのかもしれませんけども、まあこういうのが表になってくるような時代になったんだなっていう話ですよね。だからまあね、ケネディとかも、まあ、CIA とか FBI に殺されたって話もありますからね、まあまあ怖いっていう話ですよ。まあでも要するにね、やっぱりトランプのすごかったのは、要するにパッパパッと首を切っちゃったってことですよね。で首を切っちゃえば、この人たちはただの官僚だから、その組織がなければ全く個人では何もできないわけですから、もう黙って、ね、引退するしかないわけですよね。だから、その組織と戦うときは、要するにそういう人たちはまあどんどん首を切るしかない。組織自体ももう解体しちゃうっていうようなことをすれば、もう、ね、その人たちは本当に、まあ、パッと消えてなくなるんだろうなっていう感じがします。だからまあ新しいものを作るとか、するとき敵対勢力があって、まあそういうことになったら、まあそういう手を取るっていうのはまあ大切なのかもしれませんね。ということでちょっと長くなりましたけども、今日はアメリカで、クーデターミスが起きたという話をしました。話してはいつのようにアメリカ在住の佐藤健一郎がお送りしました。ではさようなら。寒い寒いぜ。